今日は映画キラキラプリキュアラモードパリッと思い出のミルフィーユに登場するクックの塗り絵を塗ってみるミリ。クックって一体何者ミリ？みんな知ってるミリ？プリキュアたちと一緒に可愛く塗り塗りしちゃうミリ。まずはクックのお髪を塗っていくミリ。クックのお髪は綺麗な緑色ミリ。お髪を緑色で塗り塗りしていくミリ。クックのお顔を塗っていくメリ。お目目は緑色メリ。とっても綺麗なお目目メリね。ほっぺたはピンク色メリー。お人形さんみたいにかわいいメリー。クックのお洋服も塗っていくメリー。リボンは赤色。エプロンは緑色メリー。ボタンの部分は黄色。エプロンの端っこの部分も緑色メリ。とっても可愛いエプロンメリね。ちっちゃくてかわいいおててもぬって、クックの出来上がりメリー。あ、クックの帽子の上に何かついてるメリー。これは一体何メリーか。
黄色で塗っていくミリ。クックの出来上がりミリ、かわいいミリ。一体クックって何者メリか、知ってる人いるメリか。もしクックの正体を知っている人がいたら、この動画の下にあるコメント欄に書いてメリーに教えてくれると嬉しいミリ。予想でもいいミリよ。みんなのコメント楽しみにしてるメリ。じゃあね、バイバイメリー。アソブームではまだまだ面白い動画をたくさん用意してるので、動画の右上にあるこのアイマークを押してアソブームの他の動画もたくさん見てね。このアイマークを押してね。毎日楽しい動画をたくさん見たい人はこのチャンネル登録と書かれているボタンをポチッと押して、チャンネル登録をしてアソブームの楽しい動画を毎日見ちゃおう。みんなの気に入る動画がきっと見つかるよ。毎日楽しいアソブームをぜひ見てね。これからもアソブームをよろしくね。